はい、皆さんこんにちは。今回は、キングルーさんの一図を弾かせていただきました。でですね、タブ風とか弾き方は結構いろんなところに転がってると思うんで、今回は音作りについて話していきたいと思います。で、私はですね、マルチ、基本マルチエフェクターで、アンプシミュレーターとか、あと空間系ですね、リバーブとかディレイとアンプシミュレーターは、マルチエフェクターでやってます。で、歪みはコンパクトエフェクターをその前につないでますね。はい。でですね、アンプ、まずギター、ギターは僕これ、エピフォンのカジノクーペ、これですね、 P90 のピックアップがキングルーさんやるんだったらいいと思います。で、他のシングルコイルのピックアップのギターでもいいんですけど、テレキャストかストラットだとハイが結構出るんで、アンプのイコライザーはそれに合わせて設定してください。レスポールとかこういう箱物だと、もともとちょっとトーンがあったかい音のギターが多いんで、マーシャル系でイコライザーフルフラットで、で大体いい音が出ると思います。こんな感じですね。はい。で、まずコード弾きのとこですね、 A メロと歌入る直前のやつ、はい、こういうやつですね。これはまずですね、さっきのアンプの設定してもらって、で、アンプの前にコンプレッサーを軽くかけてます。はい。で、もう一個、あとはリバーブですね、これぐらい。リバーブのミックスで言うと15から20ぐらいですかね。スプリングリバーブをかけてます、僕は。まあ、軽くだったら何でもいいと思うんですけどね、ホールかスプリングかプレートか。はい。で、コード弾きするとこんな感じになります。はい。続いてですね、歪みの部分は今のまんまの設定で、アンプとリバーブ、アンプとリバーブ今のままの設定で、この単音のミュートのやつですね、そこにオーバードライブをかまします。オーバードライブはまあゲイン半分ぐらいですかね。さっきのクリーンがちょっとクランチ気味なんで、ドライブはまあ半分もいかないぐらいでいいと思います。12時前後でこんな感じですね。こんな感じ。はい。で、次、メインフレーズ、メインフレーズっていうんですかね、これなんですけど、今のクリーンの時のコンプだけ外してもらって、かけとってもいいと思いますけど、あんまり歪んでる時にかけるとノイズが乗るので、はい、コンプ外してもらって、オーバードライブは一緒、1個前のミュートの時のと一緒ですね。ゲイン12時ぐらいでかけてもらって、で、ここでリバーブを消します。リバーブはさっきのリバーブは消して、ディレイ、ショートディレイかけます。こんぐらいのショート、わかります？はい、ショートで、まあフィードバックはまあ3、4回5回ぐらい3回ぐらいか3回ぐらいになる感じで、ミックスはちょっと大きめで、僕70ぐらいにしてます。はい。で、これで弾くと、こんな感じですね。はい、以上になります。
キングノーさん、こういうギター多いですよね。他にもちょっとやってみようと思うんで、またリクエストとかあったらよろしくお願いします。では